今食べてるのはうちのゴリスケたち。3人とも元は番長です。そんなゴリゴリの男を集めて一緒に暮らさせてるここの部屋。本当男臭い部屋ですね。そこでの食事風景。喧嘩が絶えないんだけど、喧嘩っていうよりも、もう番長争いが絶えない部屋です。ただし、みんなの歯は噛み合っても怪我しないように歯先を丸めてあるので、みんなちゃんと大怪我したり死んだりしないでちゃんとこう暮らしてます。決して仲がいいということではないです。みんな番長になるにはやっぱり飯いっぱい食って体でっかくしなくちゃ。特にタンパク質取らなくちゃ。もう豆腐ガンガン食ってビルドアップした方がいいよ。喧嘩に勝つよ、そしたら。炭水化物も必要だよ。やっぱね、男は女と違ってあんまりこう飛びついて食うってない。割と食べ方が礼儀がいいというか、ガツガツしてない男の特徴です。女はもう本当にガツガツだから、食事の時それででっぷり太っちゃうからね。そこら辺が男と女の違いです。品のいい食べ方しますよね、みんな。女みたいに我先に、とにかく食い尽くしちゃおうっていう感じはない。これが男たちの食事でした。おしまい。